はこちらのサイドの選手が要注意ですね。そうですね、右サイドから地元開催でナイジェリアは出場権があるんですが、アフリカのユースの選手権に出場しまして、その時には決勝まで行ってガーナに敗れました。その選手権などでは15番の長身のアポラビ、17番上がっていくアガホア、アガホア上がっていきます、ぐるぐる上がっていくアガホア、ボール入れた、クロスボール、ボール多いですね、ここも抜けていきました、はい、私も非常にスピードがありますね。一人残っていたのは5番のアランがよくカバーに入っています。まあ、また17番のアガホア、かわして入れて抜けて、抜けません。いや、盛んにこの左の3番のエネが上がっていきます。今度は中に入ってきた、キープして、まだキープする、逆サイド出した、さあアガホア、アガホア、アガホア、シュート、アガホア、ゴール、先制ゴールはない。